はい。それでは、京都インバーステークス、ダイヤモンドステークス、そして、コックラ大賞で、そして、ウェリーステイクス。長い。毎回、この時期の長い。4つ重症いきましょうか。はい。えっ、ー、と、京都記念が誰かっやったっけアフリカンゴールドか。えぐいな。これはえぐいことだったな。おマジか。ついに買ったか。中日新聞杯の時もやらかしたな、おてんけどな。京都通信、はい、朝日でよこれ。終わった。終わった堀ホリー・松山さんか。またこの活躍か。 ジオグリフはね、あのー、休み明け仕上げで、まあ多分来てもいいチャークやなと思ってたんやけど、多少難しいね、やっぱりね。はい、気をつけていきましょう。レッツチゴーはい、えー、っと、グイーンカップ、京都記念、京都都支配、ポンポンポン,ポンで60%です。よろしくお願いします。それでは、京都お願いしまして、行きましょう。 はい、えまずは京都インバーステイクスですけど、えー、っと、こちらは、えー、っと、20頭登録してまして、人気まず5頭、あ、ごめんなさい、フェーレイちゃうわ、さっきこっちやな。はい、えー、っと、ギルトミライ、福永さん、スカイグルーブがあるメッチャン、シケルピンクルービーが和田龍さん、あとロータスランドが弱たジュニア、あの、宮田ミライさん、あとドナルド・デルタが松山さんってことで、結構横一線のオーとなっております。はい。 で、まあ一旦、えっ、ー、と、人気の中で、まあこの人注目しておきましょうか。ギュレット・ミラーですね。理由そんなないです。えー、去年、この同じ舞台2着。それだけです。以上です。はい、8枠から2着。阪神内回りを。まあただ、えっ、ー、と、ブランド・ノワールド、アイ・ラブ・テイラー等々、ちょっと外目の差しやったんで。まあそんなに大きい評価できないですけど、まあでもイベリスが人間切ってる分ね。 そこそこは評価できるかな。あと、阪神戦4って結構シンプルな舞台見えて結構適正重視なとこ意外とあるんで、はい。あのー、意外とね、癖あるんですよね。内回りコースやしね。はい。で、まあちょっとあれかな、前走これ3着食い込んだんで、ここだけがある意味今回割引ポイントなんですよね。去年みたいにね、 ある程度負けとったらね、5番人気ぐらいで買えたんでしょうけど、ちょっとそこだけですね。はい、あともう一頭、シゲルピンクルービーですね。えーと、前走圏範囲5着。まあちょっと、1000っていうところもあって忙しかったんでしょうね。ここずっと1000使われてるんですけど、やっぱちょっと忙しそうな競馬なんで、はい、もともとこの、まぁ新馬戦、フィレイズレビューともに、どっちも阪神戦4っていうところでもう、ここしか多分ないと思うんですよね。阪神戦4専門機って、言っても過言じゃないって。 って思う多分この舞台が勝てたらそう言われると思うんで、もうここしか多分ね、これ以上、あのー、ここで実績出ちゃうと、これ以上多分ね、これ以降人気がもう美味しくないんで、はい。まあ、たあだあれですよね、四季クシグルピンクダイヤド同様、なんか、そこそこ人気出てるんですよね。あ、まあ、1000人はともかくね。今回は1000人ね、出てみなさん分かってると思う。でも、こういう人がやっぱ実績的には、 チャンスっっててか,かなと思ってます、はい、あとはどうでしょうえっ、ー、と、他の人気同候補。スカイグループですね。前走、東京戦用ルメチャ乗ってあの、しっかり前目で競馬して勝ったんですけど、また休み明けしようですね。結構大事に使われてきてますね。ケースは2いチェックまで良かったんですけど、そこからちょっとさっぱりキャベツが続いたんで。はい、今んところ東京戦用でピタッとハマってる感じあるんですけど、ここどうでしょう予想も込みでわざわざここ攻めてきてるんで。ってとこですね。 はい、あとドナウテルタですねえー、っとシーズンステークス表買って、まあ、阪神馬3着って実績はありますけどもともと京都専用とか阪神1 0んでってとこですよね阪神1 0ねあのいいんですけど専用ってかそもそも5勝してるんではい阪神も馬券そのうち4回絡んでるやったかな悪くないんですけどね 悪くないな。俺なんでこんな評価下げたいの悪くねえな。ちょっと上げとくか。あれ ?56 キロってなんで56キロなのこれ。リステートキャッ買ったからか。あー、リステート2回買ってるやんか。あー、今の56キロでってところでちょっと割引した可能性あるな、これ。まあ、ただターコイズからスヨキハンデって考えるってとこかな。松山さんか。了解です。ちょっと見直しますしか。あと、ロータスランドどうしますっと。<laughs> 岩田ジュニアいつ勝てるんですか <laughs> いつ <laughs> この子のチャンスいつ来るんでしょうか夜名子買って乗り換えさせられたの。て、関焼けね。田辺さんで買勝ってもうたからな。これはえぐいな。<laughs> なんかハズレ感漂う回れ方やな、これローテーション。かわいそうに。はい。こんなもんですね。いや。なめてあかんと思うけどな、ロータスランドも。っていうとこですね。 いや、これいや、って言うと、毎回期待してけえへんから。もう、それだと思い切って、8、9番人気で来てくれたて話だな、今回みたいな。今回何番人気、5番人気だったっけ五番人気ちゃかんな。4番人気か、あかんな。なんか、8、9番人気でさ、もう20倍ぐらいで、なんもプレッシャーない時に来る、初重賞ぐらいでええと思う。大体、若手技師の初重賞勝利ってその面やから。うん。それでいいと思う。変に人気せよって、無理やと思う。 変になんか、無難に乗っちゃうっていうかね、攻めれないっていうね。はい、えー、っていうところですね。はい、え続きますって、どこやったっけな急、ダイヤモンドかダイヤモンドやな。東京3千0 0メートル、えっと、オッおオッちゃおず出ました意味がハンデ出ました。えっとね、軽ハンデでいうとメロディレーンが軽ハンデなのかな ?52 キロ。まあヒップオップーでいうと54キロか。 これが最軽量。最高がトップハンデよ。そんな、あ、ステイフリッシュ57点かも分から,知らないな。香港帰りですね。これぐらいしちゃうことかな。あとは多分56ぐらいに収まってるはず。56もらんうおったカウディとか。了解です。どっこいどっこいね。今年は、えー、申請が、あ、ごめんなさい。その前にあれか予想図か。 ベロチョロがトっサキさん、レクセランス、タケシさん、メロディーレーン、すあ、スガーラさんのリカわりか。テヨロエル、ヒッシーさんまでが一桁オッズとなってます。はい。えー、いやー、気温さえば昇級の者たちばっかりですね。一箇所六着の前奏、三色クラス勝ち。はい。えー、ベロチョロと、 えー、テオロイヤル。これはまあ4歳で、えー、ここを3連勝できてますね。まあ、あとは、距離がどうかっていうところですか。はい。阪神で強いイメージ。阪神24と中距離2っていうベターなところで勝てるもんですね。あと,手鎧やると、テオロイヤルと、メロディレーレアもう毎回言ってるんで、あんまり説明することないかな。阪神3000メートルね。2走前走り切ったんでね。ちょっとまだ巻き返しあるかもしれないですね。 アトレクセランスですね。えっ、ー、と、2番人気やったっけ予想通。まあ、前ナス正く品着なんで、こんなんが一番有力な気はしますね。距離の実績で言うとね。こんなもんか。注目したいのは、えー、1投目アドマイヤーある場パーツくらい3区今の時期走るんで、東京爆走部隊ですね、えー。ここ最近パッとしませんけど、前走前々走とちょっと上がり使いできたんで。 ちょっとワンチャン怖い可能性あるんですよね。あと、メグロ記念3着、ちょっとやっぱね、巻いてね、ネバネバする競馬やったらチャンスはあるかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。はい。すごいな。京都新聞班2着以来、全然、連帯ないんですね。目黒記念3着は限界ですか。これ、ハーツくらい1投目。もう1頭ハーツくらいってゴーストか。まあ、こっちもな。どうでしょうね。 こっちなんか距離的には向きそうですけどね。ステアド5着なんでね。タンも3着ですね。うん。屋根が変わるって言ったよ。鮫島さんから。誰やったっけあ、汚いのよ、写ね内輪食いてある、あれかもしれんな,な。これぐらいかな。あとは、ステイフーリッシュがどうなるかやんな。 香港バード5着以来か。ただ距離そんな長くしすぎてもいいんかっていうぐらいやねんけど。まぁ、あ、目黒家に走れてるから問題ないんでしょうけど。思ったレアでね、短いとこ使われるもんね。2000とかね。はい。ぐらいですか。あと当選ビ B のぐらい人気出そうな。あれ当選ビ B の何番人気やったあ、5番人気か。石川区。これ全速手を4着なんで要注意ですね。 東京で言ラたゼンチンに去年14着っていう惨敗プリもあるんですけど、どうでしょうか。こんなもんかな誰来るやろな。とりあえず初くらいに倒さえていこうと思ってるんですけど。ダンデシペイトとか、バルコスもおるんで。はい。えー、と次は、えー、小倉大商店。これ日曜日のフェブラリーの裏番組でございます。えーとー、アリーボ。 カズオさん、ダブルシャープ堺さん、バイスメテオルマリーマスさん、ランブリンガーレー、藤岡ケイティさん、スカフィースダンノさん、マレスか。えーと、トップハンデがカデナの五十七点五、あとアトサトナさ五十七、ブラバス五十七くらい。かな。ヒンムのトップで言うと、ランブリンガレーレ五十五点五。これが事実。五十七点五なんで、カデナと同金量と考えといて。 でここちょっと思ったのがね、あんまり最軽量の者たちが少なくて、あまあ名所天文とかおるんですけど、なんか思ったよりそんな京都に彼もらうなってのがイメージだったね。はい。小だい去年どれ買ったあ、テリトーリアルか。あー、ディアンドルンチがあったな。なるほどね。2年前やったキャラどんなブロックス。あ、そうやね。 ちょっと最近荒れ気味なんですよね。2年前30万、去年20万。えー、一昨おととしサイモンラブスきてこの30万ついたもんね。人気人気来たけど、サイモンラブです。再開人気来たんで。ちょっと今年もひ,ろはひと波乱ありそうですね。はい。一旦人気はえっと、アリーボ。これ、前奏同じ小倉の舞台買ってるし、小倉でこのまま確か4勝してるんで、 まあ一番人気をされるでしょうねはいバイスメテオールが、えー、福島記念あごめんなさい福島記念ちゃうかったっけあごめんなさい福島記念ちゃうラジオ日経買ったもですねあれこれにいたやつおらんかった誰かバイスメテオールあれんバイスメテオールと銀河目あれこれにいたやつで村上元気さんに乗ってたお前なんかおらんかったっけ ステイフィギュアえちゃうちゃうちゃう,ちょうあれステイフちうあれえっ気のせいかあれ福島記念ぐらいなんか買ったもうなかったっけこれに近いまんやちゃうかこのまま勘違いしてんかなれ勘違いしとこうはいとあとはえー、スカーフェイズかこれ前卒さん2着やったっけこれやられたな初くらい外枠のこいつかと思ってやられたなこれ コクラかーいやどっちかっていうと惨敗組からできたんやけどねダブルシャープはこれ小倉校舎やもんね全速買ってもうと思たもんなこれこいつコクラ全体でやばいんじゃんですよね、うん、3302かいやー怖いなこんなもんあトラムニンがあれこれもうこれ去年早めに動いて負けたでしょこと ん、うん、あ、ごめんなさい、音としちゃった。しかも、ここから来ないと全然違来た。ここから来ない。動きすぎて負けたよな。確か。あ、そうそう、ロードクエストで一緒に動いてって負けて。あ、そうそうそう。そうそうそう,そう、了解です。まあ、人気だマークされるしね。誰が人気だったっけアリーボーがマークされるのか。カズオさんか。ここらのカズオサイドは人気出るな。ダブルシャーバイスメテル。誰やらしめしめときたな。スーパーフェザーとこやん。 これ考えたらあれかな、うん、前祖買ったやんなあれは、アールスターとかもう一回ワンチャンないもうないか。もうないか。夏やもんなんかったんこれ。いや、でもここにそう結構おしまい使えてるんで、ワンチャンあるかなと思ってるやんやけどな。どこやったっけコクラ大商店。あ、去年4着。や、あるんちゃうだってコクラ記念買ったもんやんな。そうやんな。あると思うで、これ。 うん、これどこ通って負けた去年進路ミスったそれともなんか前で残ったか負けたこれこうワンチャンあると思ってんけど六6番とこや高瀬あおった馬群の中や内目の枠やからなんか落ち着いて小倉記念買ったしと思ってんけどちょっと外持って言っててんなうーんまあちょっと前いったま負けたって って言うとはそれまでなんで仕方なかったんかな。45よく頑張ったよね。この一取りからね。確かに。そういった意味で頑張ったよね。テリトリー上がってるやもんなー。ああ、了解です。でも伸びてるよね。いや。伸びてる伸びてる。オッケーオッケー。これ今年チャンスあると。で、ここにそうしっかり上がり使えてるから。ですね。チャンスありますね。去年と同様、中山金牌で上がり使えてるんで。うん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 。うん 大外分回して安全運転発着でしょこれ多分。ちゃうんかな外奥やったしね、もうそもそも。15番。大外分回してる、これ。どこあおるわ。おったおったおった。道中馬群の中。あ俺れ、打ち目やった。すみません。ここから発着。どうついていったのうち、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 うち。あ、ドフリーや。うちついて、うちついて。で、まあ、でも仕掛けが遅かったから無理やった。しまい試したし運転やったの、これ。発着、これで。 これで8着か。まあまあよかったんじゃないですかね。試運転にしては。ああ、いいですね。ああ、いいですよ。いいですよ。この金さんの8着だっていいですよ。了解です。もう首とか鼻ばっかりやるのこれ。3着から下すぎる。2着からすぎ首、鼻、鼻、首、鼻。首、首、みたいな。好 <laughs> きなこれ了解です。わかりました。アルスターチャンスしとこう。アルスター、アルスターとか面もそう。アルスター終了しとこう。おほほほ。OK です。はい。ということで。 近所がちょっとね、あの出るかわからんって言ってるんで、一旦白紙なんですよね。人気は一番人気なんでしょうけどね。だか、ら多分実質、多分一番人気、多分カフェアラーになるんじゃないかなと思。ただ、エ、えー、ルメイちゃんじゃないらしいですね。多分乗り換わり注意かな。あと、レッドルゼル、カードさんと、ソダシが出ますね。初だ だじゃごめんなさい、2層目の動画と一緒だやつさん。はい。っていうとこ、ころテウゲームか一旦ちょっと、一旦ちょっと、あの、星マークにしてます。一旦ね。で、まず1等目、カフェ・ファローですね。去年、この舞台の発射でしたよね。はい。えー、まあただ、ちょっと、あのー、去年と違って。ちょっと、まあ戦争を叩きたいといえども、なんか、ね、地方行ったり。 芝走らされたりちょっとあの、やられた感ありますんで、環境が。あと、多分この血糖装熟なんで5歳でも使ったとこもいろいろあって、しかも福永さんの折り代わりか、ちょっとハテなとこかるな。はい。レッドルゼル、こちらは多分株上がるんでしょうね。唯一不安なの距離だけですもんね、おそらく。ただまあね、去年ね、4着やったんですよ。悪くないと思う。 で、結局ね、東京ダート1 6ってなんか外有利って言われるんですよね、しばらく走れるから。とはいえね、やっぱね、距離ロスには変わりないですよね。はい。まあ、外見有利なデータにかまた最近変わってきたんですけど、ちょっと前までね、打ち目でもええよみたいな枠,や枠のデータやったんですよね。うん。個人的に、東京1 6は、あの、中山ダート10002よりは、 そんなに外よりじゃないと思ってる。うん。個人的にね。うん、まあ、あとあれか。ただ、そこにソダシが、外枠はまればソダシが有利かな。芝長く走れるんと砂かぶらない。逃げらんでいって考えると、うちより絶対外の方がいいんで。この馬に関しては、6枠は来る外がいいと思ってます。はい。芝スタート絶対抜群なんですよね。なんせ、大箇所やったっけレコードやったっけ自分のやつ忘れた。 で、アルテミスティック使ってるんで、東京戦力間違いなく合うんすよ。うん、間違いなく合うっていうか、合わないことないんですよ。なんで、うん。いやー。戦争距離負けだけで、ちょっとここ、評価下がるんちゃチャンスかな。100メートルちょいの芝女走と。無理かな。いや、カフェハラーとレッドルゼル目つぶったら、そうだし、 まあ全部飛んでもおかしくないけど、ソーかなと思ってやけど。手置き覗いてね。そうだしかなとか。かフェアラオちょっと、まあ、レッドルゼルも、あ、でもまあ、レッドルゼルの方がええんかな。直行こうか。これか、やっぱ。なんかでも、レッド系とかんやったっけあと、えー、っと、えー、田さんよくあ、ダノン系か。休みやけ、ここ目標に絞ったけども、実毎回発感悪くてさ。飛ぶやん。<laughs> 飛ぶやんでした。<laughs> もう、去年ダノスマしちゃったっけなんかもう、嫌やな。レッドルゼロかマレッドルゼルとしてもそうだし。今回人気、4番人気ぐらいやろ。いやー期待したいけどなぁ。絶対人気でいいやん、まともに。<laughs> まともに人気でいいやん。単勝だけ売れてとこそんなんどうせ、どうせな 3勝1桁でも副賞多分2.5とか3とか下手していくやん。いやー、行きたいけどな黒船3区ってやっぱダートわかんのあんまり。結局のところ。あまあ、そうでもないか。はい、了解です。いや、まあ、ダートが合ってるとは言わんけど、人気落ちん時書いたいんですよね。札幌銀の入院期やったっけ ですよねこれもったいなかったね。そっとやからやめときましょうって思ったけど、もともと褒めやったもんね。すいません。はい。う <laughs> ちからさばくのもいいもんな。あとは何インティーエアスピネル。ああ、ここら辺ね。ちょっと過去にやっぱ実績あったまたち一応拾ってます。インティーエアスピネル。あと、タカビューティーが、えー、とマスジネー破れましたけど、やっぱ東京のマイル専用0 4ってえばこの馬が、あのー、外せないと。あと、これか。 武蔵野ステークスの実績場を添えていきましょうか。はい。前走初の専用に手間取っただけです、えー。チャンスだと思ってます。去年フェロリー8個やったんですけど、まだね、文字ステークス買った後だったしね。去年もね、去年、一昨年しなのか、武蔵野2着やったんですよね。 だか、られ、けんことなかったんですけど、去年は、ここ、文字ステーク挟んでいってもらったんでね、ちょっとまた話がチャンスね、今年の過程がね。はい。あもう明らかに叩きたいやったんで、叩き台っていうか、うん、初めての距離だったし、ここはチャンスと思ってます。はい。個人的にレッドルゼル本命でいいかなと思ってるんですけど、期待したいのはそうだし、はい、以上です。ということで、このまましておきましょうか。また、自己調査でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。